ジョッさあ、えー、金曜日15、16、17、カー、水、木3連戦全試合総チェックというところで、えー、今日もしっかりお伝えしたいと思います、えー。いろんな試合ありましたね。多分皆さんが一番注目してくれるところは、まあ、どこもあんまり扱ってないんで、佐々木チャンネル扱います。巨人、若林選手のプレー、後ほどお伝えしますんで、飛ばさず、スキップせず、しっかり。 全チーム見ながら途中でどこに挟むかわからないんでそこで、えー、起きたと思って見てくださいさあ参りましょう一番最初パ・リーグまだやらないですよオリックス対楽天9月15日5対1オリックスで16日2対0オリックスで17日期の4対5で楽天2勝1敗でねオリックスの勝ち越しってりましたけどもまああの火曜日の試合はねもう大下ぐーっとね試合が登録されて プロ初打席、初ホームランスリーラン弾丸ライナーで、まあ、フルスイング魅力ですね。あのいったところに、えー、佐々木その試合、えー、副音声で解説してましたけども、まあ、お父さんがね闘病中というところで数振りもね勇気と。 元気を与えられてしかも試合感になってね一発回答と、まあ、そのねあとも次の日もヒットを打ったりしてますし、えーまあ、オリックスはね残念ながら、まあ、正直消化ゲームになってますけどもこういう新しい選手を開拓して、えー、来シーズンに向けてチーム力を上げるっていうところはやっぱり大事な作業なんでそういったところでもねこの大下選手頑張ってもらいたいなと思いますねしかも2回裏のね。 守備もそつなくこなすというところでね、まあ、サード、ファースト、守りますけどね、まあ、いろんなところ守れた方が、えー、林恭平に出場機会も得れるんで、えー、何気にね、ハンドリングも柔らかいなっていうところもあるんで、今後ね、期待していきたいと思いますね。えー、そして、えー、山本、8回112球、3安打9三振、2四球1失点というところで、立ち上がりね、朝村に2回ホームラン、バチコーンってね、高めのところを打たれたところでね、おちょっとどうなるのかなと思いましたけども、まあ、全体的に、えー、ストレート、 えー、そして1 4十 6キロか8キロぐらいのスプリットあれを非常にうまく使いながら緩急もつけて力強くコースもしっかり投げてホームラン1本を打たれましたけどもしっかりピッチングできたんじゃないのかなとあと左バッターへの外のストレートスプリット本当に抜群鈴木大地とかねピンチでもしっかり投げ切れたことがね次が点を許さなかった6回の表ツーアウト1・塁鈴木大地のところでね外ストレートストレートでスプリットでね三振というところで今度はね落とすスプリットでそういうふうにストライクとるスプリット 三振取るスプ区をトってね、浅村フォアボール、島内センター前ヒットというところで、まあ、ここからね、田中和樹をね、スプリットで三振、ホークですかね、で渡辺、インコースの,、ね、あのストレートで厳しいところ投げてピッチャーゴロ、で最後、岡島はね、えホーク、ストレート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 でね三振というところで、えー、ピンチになってね、もう一つギアを上げるというところで、えー、素晴らしいピッチング、山本、グッドね、いいピッチングしたかなと。あと楽天ね、辛島も、 悪くなかったんだけどね、全体的にいい球投げてて緩急もつけてあのいい感じでピッチングしてたんだけどもあの大下足立に、ね、二十歳に2ホームランこれ若干ね、まあ、もったいない位置が甘め入ったかなっていうところでまあこのね、2発だったかなと全体的には悪くなかったというところもありますねそして16日2対0でオリックスということでもう田島、プロ初完封9回118球2安打八三振1失球無失点というところで非常に素晴らしいまああのー 能力はね、非常に高いものがありますし、今年はね、そんな大きな怪我もなく、ここまでローテーションをしっかり投げ切れてるというところで、ぐっとね、えー、今後の活躍にもね、さらなる期待できるし、この完封っていうのは、ね、本人も嬉しかっただろうし、えー、素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと思いますし、あとはね、5回裏の杉本、7回裏の藤見の、えー、パワフルバッティング、杉本もね、あのらーンとね、あの、ポールの真上行ってね、 えー、やっぱり力強いなっていうのもありますし、不振もねちょっと甘めに入ったところ、しっかりフルスイングして捉えたっていうところはね、まあ、ナイスバッティングだったかなと、涌、まあ、井もね、まあ、援護点なくっていうところで、まあ、ホームランを打たれましたけど、まあ、全体的にはね、えー、いいピッチングしたんじゃないのかなと、だから火曜日、水曜日ともにね、ちょっとホームランでね、パンパンと失点して、あと打線がね、ちょっと全く機能しないで援護点取れずっていうところがね、ちょっとピッチャーにはかわいそうな試合がついたかなと思いますね。さあそして、えー、昨日 5対4で楽天というところで逆に昨日は楽天がホームランパンパーンと打って最後勝負強くね勝ったというところでま田中和茂がホームランを打ってその後浅村とねこのツーランソロっていうところがねパンパンとホームランを打って。 逆に昨日は楽天がホームラン構成で勝ったかなっていうところもありますけど、まあオリックス打ってですね初回そして2回、えー、そして4回、えー、5回とでまあ9回もそうですねまあ戦闘でね、えー、ランナーを出しながらこの序盤にね得点に結びつけられなかったっていうところがね若干やっぱり打線、えー、苦しかったかなっていうねだからまああの火曜日水曜日をねあのロオリックスは勝ってると言ってもやっぱホームランパンパンって打って勝ってるんでちょっと打線の繋がりというところではね若干かけるかなっていうところもある中でまあ昨日の試合もまあ。 でね、えー、複数回イニングヒットが出ながら、えー、そこを後続が続かなかったっていうところで、まあ、こういったところはね、まあ、ホームラン構成もいいですけどもそれやっぱ長く続かないんで、えー、作戦面も含めてね、いろいろやっていく試すっていうことはね、求められているかなっていうところもありますし松井、ま、ねまあバタバタしながら、まあ、5回ねしっかり投げ切れたかなと、まあ、今年の、ね、先発の,この経験っていうのを来年、まあ、に向けてね、どこまで発揮できるかっていうところで、まあ、まだまだ修行の一面があるかなっていうねで5回球という。ことで 若干球数も多いですしし、えー、ちょっとバタバタタたかな、まあ、でもなんとかね粘り強く、えー、しっかり、えー、勝ち投手、えー、権利を得れたかなっていうところもあるんでねそういったところは、まあ、勝ちがついたっていうところで良かったしねちょっと松井もねちょっと最後のね4回フォアボール続きのヒットパンパンって打たれてね、えー、失点っていうところもね、まあ、フォアボールが結局足を引っ張ったかなとそのパンパンホームランね、まあ、楽天としてはね、まあ、いい攻撃できたんじゃないのかなと思いますね。ということで以上2勝1敗でオリックスの勝ち越しっていうところでしたね。 さあ続いて、えー、西武対ロッテ、えー、9月15日、えー、4対3西武そして16日3対1西武そして昨日、えー、17日1対8でロッテというところで2勝1敗で西武の勝ち越しというところになりましたけども、えー、西武はね火曜日高橋光の7回1 0九球7打8三振2四球3失点ね投球見ててもそんな悪くなかったかなとしっかりね強い球投げれてるところもありますしまあ好調なのかなとロッテ打線にねまあうまく打たれちゃったかなっていうところもまあ,ありますよねまあ2回ね2回から 菅のフォアボールこれ言いたかったねでしかもその後、ね、あのね井上にタイムリーツーベース、えー、藤岡にフォークボール、えー、またタイムリーツーベースちょっとね甘くなったところをロッテ打線が見逃さず、ね、まあ甘くなる球もあるんですけど全体的には悪くなかったでもその甘くなったところを、まあ、ロッテ打線がね見逃さずしっかり打ったっていうところでロッテ打線的にはグッねでその後5回加藤フォアボールこれもねまたフォアボールから始まるっていうねでけん制悪送球。 でマーティン三振で中村、えー、サードゴロここまでで、ね、しっかり踏ん張ってたところ安田にフォークボールあれ見逃したボールどまんところねまあタイムリー打たれるんですけどもここは安田がねうまくバットコントロールでグッドねだからまあこういったところもねちょっとロッテ打線が上回ったっていうだけでちょっと高橋コーナもねそんな悪くなかったんじゃないのかなっていうピッチング見えましたねでまあ対連、ね、であのロッテ石川七回三分の一九十二球六安打五三振一つのフォアボールで三失点まあ六回までね本当に完璧 あの7回ね山川にセンター前その後メヒアにね543ダブルブレードおっといけるねっていうところでこの高木のツーシームワンストライク後甘めに入ったところをねレフトへホームランっていうところでここはねワンストライク取ってるだけにもうちょっとね慎重に投げてほしかったなっていうところはありますけど高木グーバッティングねこういったところをねホームラン打ってこれがねもうなんかちょっと火にねつけたあの着火剤みたいなね感じになっていくんですけども前日ね二木が完封してるんで僕はねここでね まあこれ結果論になるんですけどね、系統難しいんで、でもその中継ぎ陣も前日、2人が完封することにって休ませてるんで、やっぱり、勝ち試合をしっかり勝っていくっていうところの方が、ロッテのこれまでの戦いだったと思うんで、ここ、よく書か,かずね、もう最強の中継ぎ陣に変えてもよかったんじゃないのかなと、まあ、結果論になりますけどね、えー、若干思いましたね、でその後8回裏、ね、代打、森がライトで2ベース。 で金子が、ね、あのインコースでなった球がシュート回転で真ん中入ってセンター前でこれもねワンボールツーストライクからもうちょっとねしっかりコーナー投げてでもこれを時点でもうちょっと疲れ気味なのかなっていうところは見えてで外崎、まあ、が、えー、バントでそしてここでピッチャーハーマンに交代で源田、えー、セカンドゴロに打ち取っておっていうところでツーアウト三塁からスパンジェンバーグに初球ホームランっていうところでね、まあ、これでハーマンが登録まっしょう。 怪我によるね指かな、えー、なるんですけども、でこれで、まあ、逆転負けで4対3、まあ、これまでね、先制して連勝を重ねただけに、ちょっとこの負けがね、今後、あ,あそこがっていう形に、ね、ならなきゃいいなっていうような敗戦に見えましたね。で、次の日3対1っていうところで、西、ま、武、あ、は、ね、ルーキー浜谷、6回92球、4安打ダ三振、一失点と、まあ、ストレート、えー、チェンジアップ、フ、え、ォ、ー、ーク系、えー、スライダー、まあ、よく腕が触れて、緩急もついてたし、まあ、コントロール良かったなと、まあ、ほぼピンチなしっていうところでね、あの低めのほう 変化球も素晴らしい、でボール先行してもね、あそんな心配感ないようなコントロール、安定感あったかなと、で6回表ね、ワンアウトで加藤でセンター、ツーベース、打たれるんですけど、これね、金子、高一あれね、取りに行く姿勢はいいと思うんですけど、あれ、無理しちゃだめだね、結構届いてなかったしね、しかもこの時点で3点差、えヒットだったらオッーでしかも浜谷の感じ考えたら、そんな連打されるほどでもない、でもあそこをちょっと無理くりいって、高一してツーベースしてるところは、ちょっとちょ判断ミスかな。 そいうところですよねでその後ね、マーティン、えー、セカンドゴロ、えー、このツーツーからのインコースストレートいはいも、まあ、ねあそこは甘くなることもなくインコース突き。 そ、ね、のカウントからついたっていうところののストトレー良かかったかなとでその後中村にねカーブボールでチェンジアップボールでチェンジアップストレート、まあ、フォーク空振りでツーエンドツーになってねこれ多分ね裏書いたつもりでストレート行ったんだけどもこう裏の裏が表だったっていうところでね中村がその後前までその前の打席もそうかな変化球全くタイミング合ってなくて大きな空振りしてるところでねもうそこスタンダードに正直にねフォークチェンジアップで良かったかなと。 ちょっと裏返ってまっすぐ行ってねタイムリーというところでちょっと若干もったいなかったのかなとやりたい気持ちは分かるんですけどねそのリードも理解できるでも駆け引き負けちゃったかなっていうところがありますねこれも金子のねあのちょっと判断ミスからのピンチなんでこの1点ちょっともったいなかったかなと、えー、そして5回裏ね栗山のワンアウト実際の時のダブルシールドでホームアウトこういうねショート浮上かグップレー、ね、あのちょっとショートバンダーりながらねしっかりあの完璧にホームレスローしたことでねアウトにできたっていうところでまあここまあね奇策といえば奇策。あの状況で栗山 それまでもう、えー、3打数3安だからえ2打数2安打か、えー、打ってる中でダブルスチールなんてするなんて思わないねしかもワンアウトでだから策としては奇策だからあの狙い目は良かったかもしんないでも栗山が当たってるだけにんっていうところもあるけどもこれはもう結果論でもちょっとえ栗山なのにって思ったところもあるでもよく,よく考えたら奇策だから こんな時にこれっていうのもあるし、勝、まあ、ってる状況だったからやりやすかったっていうところもあるんですけど、まあ、そのままでもよかったんじゃないのかなっていうところで、その後ライトにタイムリーヒット、まあ、ベンチの、ね、ミスを救うという形になって、栗山が、ね、結局4打数4打2打で一丁ー一人にやられちゃったかなっていうところはありますけど、メは,は初勝利おめでとう、えー、そして昨日1対8っていうところでね、えー、ロッテの完勝っていうところになりましたけども、あのー、ちょっとね、ボリ、焦ってんのかな、バタバタしちゃった。 っていう感じがね、まあ、2回表ね、京田がツーベース打って、菅野がバンドね、森、あのファンブル、あれね、素手じゃなくて、ワンバンしてるんで、あれ、グラブで行って、取って,て、ファーストアウトでよかったのに、あれ、素手でいくから、変な回転してる中で、ジャックルしちゃうんだよね。だから、そこはもうちょっと丁寧さがね、欲しかったかなと。で、そのね、あさりもあって、ノーアウト一・塁ね。 ランナー <laughs> いけてないからねフライだったからワンアウトね二塁でひょっとしたら無失点でね打つ意も乗り切れだったかなっていうところでノーアウトで死んだった岡バンドねで三塁悪送球でタイムリーエラーっていうところであのねジャックルした時点でやめる勇気ね あのどこのポジションもそうだけど投げない勇気っていうのも大事だしあれねタイミング的にジャックルしてあのまま投げても多分サード取っててもセーフだねそれだったら序盤考えればあそこはもうジャックルしたチェーンで諦めてファーストスローでワンアウト二三塁で勝負っていうところがやっぱりこの焦りうまくすべて,てがうまくいってないことへの焦りその前にエラーしたことによっての焦りっていうのが。 もうちょっとね、キャッチャーとしては冷静にやらなきゃいけないかなっていうところがあるし、まあ、今のね、森の置かれてる状況っていうのはね、ちょっと伝わるような、えー、バタバタした感じかなとは思いますね。で、その後ね、かける車がスクイズいくよって、ね、この2点目取ったっていうところがね、いい形の作戦になりましたし、まあ、この2点っていうところでね、まあ、この2連勝してきた西武の、ね、勢いが、ちょっとそがれたかなっていう感じもしましたね。まあ、ロッテはね、言わし下、8回118球、4安打5三振、1失球、1失点と、まあ、完封かっていうところでね、最後、源田の打たれて失点してしまいましたけども、 ストレートとフォークボールね、グッとね、ボール先行してもね、まっすぐの制球よくて、もうビタビタ、もうあれはちょっとなかなか打てないかなっていうところもあるしで、たまに投げるスライダー、相手の裏をかいてね、いい形で決まるっていうところで、まあ、ストレート、フォーク、まあ、寸分ないくらいのコントロール、切れ味抜群、でたまに投げるスライダー聞いて、緩急もつくっていうところで、グッペッチ、ね、えー、完封、惜しかったっすね、もうちょっとで、まあ、これはまたある機会というところでね、あとね、あのセーブ先発包み全体的にね、 球が高かったかなと、あと甘め入ったかなっていうところで、まあ、前回登板に比べるとね請求ちょっと甘かったかな、あとね最初のミスもあって出花くじかせたかなっていうところでね自分の投球できなかった、まあ、あとはねボタン戦がバンバンバーンっていってマーティンの2ホームランなど、えー、ロッテとしては、まあ、完勝3連敗しなくてよかったんじゃないのかなっていう試合展開になりましたし、まあ、西武としてもね、まあ、勝ち越したっていうところはね非常に大きな3連戦だったんじゃないのかなと思いますね。さあ続いてハ、えー、ハムム対対ソートバンク、えー、15日3対2で ソフトバンクで昨日17日、1対2でソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗勝ち越しという試合になりましたけども火曜日の試合、えー、戦艦が、ね、8回148球9安打12三振6個のフォアボールで3失点というところで敗戦関東という形になりましたけども、まあ、勢いもあり、ね、力のあるピッチング まあしてたんですけど6個のフォアボールっていうところがやっぱり1点差負けっていうところのねキーポイントになったんじゃないのかなと思いますねまあ、2回ね平沼ライト前で清宮センター前とねワンアウト一三塁でまあ、清水がねセーフティースクイーズか構えをしながら揺さぶってフォアボールっていうところでねこの満塁になるんですけどまあここもねうまかったなっていうね日本ハムベンチしかも清水がねでそこでワンアウト満塁になってフォ、まあ、ークがね高め浮いたところをライトへ、えー、2点タイムリーツーベース打って で、長フォアボールで今度6 4 3ダブルプレートねフォーク低めまあ、よくね、ここ踏ん張ったかなとここでもう一気にね、大量失点っていうところも考えられた中でねあ、このライトのね、タイムリーは西、ね、川、まあ、フォークがね。 ちょっと打たきたところをしっかり仕留められたかなと。で、8回ね、ワンアウトから、大田がセンター前で、平沼フォアボール。で、清宮三振で、清水フォアボール。で、またここでね、西川が高めに打ったところをタイムリー、ライトへっていうところでね、この結局フォアボールがね、絡んで、ピンチが拡大していって、最後高めに打ったところを仕留められてる。まあ、フォアボール出すわけにいかないんで、ちょっとね、低めな投げきれないっていうところでね、まあ、あとはまあそこをね、西川だと、他の選手がよくね、一発で仕留めたかなっていうところもありますし、まあ、ソフトバンク打線でいうと、まあ、2回表ね、グラシアがツーベース。 で上林が、ね、三振、進塁打じゃないのっていうね、こう最低でも進塁打打たなきゃっていうところのねで、その後と下位、サードファウルフライで、川瀬ショートゴロとね、無得点で終わるっていうところで、まあ、こういったところのね、細かいところもやっぱりこのまま優勝していくためには、やっぱりしていかなきゃいけないところかなと思いますね。で日本ハム、うはね、8回133球、A、4のアンダー6三振、1失球、無失点、まあ、角度あるね投球、うわさが状態いいときは、本当にこの角度あるね投球が見れるなっていうところもありましたし、7回、クリ チェンジアップストライクストレート,スト,レートストライクででホークボールホークで、えー、セカンドゴロこれ全てね低めに投球できてるっていうところでねうわさの持ち味が出るっていうね。でその後ねグラシアルツーシルーーム スライダー、フォーク、フォーク、フォーク、カーブでね見逃し三振、最後にカーブ持ってきて、全くあの頭にないところで見逃し三振というところの,この配球の妙っていうところもまあ素晴らしかったし、上原市にはねチェンジアップボールで、フォーク、ストライク、フォークボールで、でカットボールで、フォーク、ストレートとね、で今度、フォークと見せかけて、最後、ストレートっていうね、だから最初から言うと、これからフォーク、カーブ、ストレートと、勝負球を全部変えて、相手の裏を変えていくっていうところでね、素晴らしいピッチング、配球だったんじゃないのかなと思いますね。 水曜日、もうこれはねもうミスの応酬っていうところで、まあ、ソフトバンクはね初回シュートを振り逃げの間に二塁からホームインっていうところであの、宇佐美のねブロッキングミスあれはね止めれるっていうねあとね佐々木が札幌ドーム一番嫌いやっていうね札幌ドームは後ろがね広いんでああいうことすると 2,、ね、2つ乗りに行かれるっていうところでねあの ブロッキングミスっていうのね、痛かったかなと。で、日本はね、2回同点後、無視1塁でね、セカンドゴロ、で、それ投げてショートのね、かわせ補給ミスっていうところで、まあその後、ビアヌメがね、レフト前、で、ヒラヌマ、ライト前とね、その回計、3点入るっていうね、あそこもね、簡単にダブルプレー取れてたところがミスっていうところも痛かったし、で、このソフトバンクね、6回、 ワンアウト一塁、柳田ね、セカンドゴロ、今度はね、お返しかっていうばかりに、えー、ダブルプレーのところ、ショート、平沼がね、補給ミス、で、その後ね、川瀬が、ミスを取り返すっていうところで、しっかりバッティングして、タイムリー、まあこういうね、ミスを取り返すバッティングっていうのは、ね、非常に大きい川瀬、行く、ね、でも、エラーは、バーッと、ねで、ついでに、平沼もバーッと。 っていうね、このミスの応酬っていうね。で今度ソフトバンクね7回表高谷センター前でここでねシュートバントで栗原レフト前で中村フォアボールでピッチャー玉井に代わって柳田フォアボールで押し出しでデスパイネがねセンター、えー、勝ち越し2点っていうところでもう最後はねこれフォアボール押し出しも絡めながら、えー、パンパンパンと集中打でね逆転したっていうね、えー、ところもありますしあとやっぱりねソフトバンクのキーポイントはね5回裏。 1アウト2、こ塁、ピッチャーここで泉、ここからね、太田三振、ワン三振、グーグーこの泉ね、素晴らしいピッチング、ここでね、相手の勢いを急いだっていうところで、あそこ失点してたからね、たバタバタって負けてたところあるんですけど、あそこで失点するのはね、ロッテ戦、ロッテ戦の場合はあそこで失点してる、でもここはしっかり泉が、グッピッチング、踏ん張ったっていうところも、まあ、大きかったかなと思いますし、まあ逆にね、あのー、日本はね、 クモンそしてというところがね終盤抑えきれななかかったかな、まあ、結局ねでも両チームミスの応酬で、まあ、最後はねソートワンがパンパーンと打って決めたっていうね、えー、戦いになりましたしで昨日はね1点2というところで、まあ、こう今日もねもうミスミスミスっていうね、えー、ところになりましたけどやっぱりねちょあの日韓スポーツの評論ね全チームの評論でも書きましたけどやっぱり日本はねこういう、ねまあ、記録に残らないところもそうですけども、まあ、ちょっとミスがね ちょっと命取りになるっていうところがね。まあ、よくわかる。三連戦だったかなと。とえー、ニッパーマンね。3回裏ワンアウト13塁中島セーフティースクイーズでシビズスタート悪くてアウト。あのバンドでアウトになるんだったら、もうセーフティースクイーズ無理。もっと練習しなきゃ。あの。 あのバンドでアウトになるセーフティースクイズだったらもうやらない方がいいぐらいの長島のバンドは悪くないもう明らかにスタートはあいもっと練習しないと多分本当のもうスーパー完璧にバンドしないと多分あれじゃセーフにならないねっていう感じのスタートに見えましたねで4回裏ワンナウト3塁ね渡辺ライトフライ清宮セカンドゴロというところでねこのワンナウト3塁の得点系でも1点取れずっていうねで5回裏ワンナウト2塁ねで太田ライトファールフライタッチアップしてね、えー、ビアノエヴァかな3塁へ栗原 あれ、ね、アウトっていうところに、ね、なって、えー、チャンスを終わらせるっていうところもありますし、あのー、9回表ね川島フォアボールで中,中村がねサ、えード内野安打あれはね止める最低でも前に大きくはじいちゃ駄目。 もしくは取る途中からね、ビアヌエヴァの、まあ、ダイソーからの守備固めっていうところで入っていることを考えたら、あれぐらいのプレーは、まあ、やっていかなきゃ、ちょっとピッチャーもね、バッテリーかわいそうかなと。で、その後ね、ノーアウト1塁になって、グラシアルがね、バント2回ファールしながら、最後、ライト前のタイムリーね、ゼロボール2ストライクから、そこで上げる球かっていう、もうちょっと意識してほしかったかなっていうキャッチャー目線から言うと思うんですよね。がっとちょミスが 走塁、まあ、とかも含めて記録に残られいところも含めて勝敗に直結してきしまったかなとでも上原はね全体投資で言うと本当に、ねまあ、前回もそうですけども素晴らしいピッチングでね今後の活躍っていうのは期待できますし、まあ、東山もね粘り強い投球が、えー、できたのかなっていうところも、えー、ありますしちょっとねミスが目立つ。 水温木曜かの試合になったかなと思いますね。結果2勝1敗でソフトマンクル勝ち越しというところですね。続いてセ・リーグ広島対中日、えー、火曜日6対3で広島そして16時9対2で広島そして、えー、木曜日雨天中止アザース。あのー 見なくててんだっていう、ね、ところで、えー、火曜日、広島ね、もう初回一気にっていうところで、まあ、ピッチャー、大野の、ね、立ち上がり、えー、甘い球を見逃さずね、ね速攻でしっかり勝ち取ったっていうところがねまあ勝因になったかなと、大野としてもね、全体的には悪くなかったんですけど、初回がね、若干甘めに入ったと、まあ大森がね、ちょっと厳しいところを、ね、ショートゴール全力疾走でね、こ内野安打、グッと、ナイスオーレー、まあまあ、前日とかもね、先週もね結構足でね、あの稼いだ。 好走塁あの高やったかなっていうところもありますけどまあショートの強打ねあれね待って取ったらセーフだねあのもう前出てジャンピングスローするぐらいの形でいってどうかなっていうところなんで若干ちょっとね 判断ミスったかなと、バッター大盛りっていうところでね、まあ、そこまでやらなきゃいけないプレーだったかなと思いますね。で、その後、ね、あのね、菊池、フォークボールが真ん中高めにね、ちょっと入ったところをセンター前、で、ペレーラがね、アウトコース高めのストレート、あれあそこ好きだね、藤波から打ったホームランもそうだし、あの高さ、多分やばいね、ペレラに対しては。で、ライトツーベースね、で、鈴木があのインコースになったのはね、真ん中目に入って、カウントね、スリーボール、ワンストライクから、まあ、ボール先行してたっていうところもありますけどね、入って、まあ、スリーランホームランっていうところで、まあ、一気にね、ここで、 甘くなったところをしとめてきっちりね4得点したっていうところがね初回の速攻大きかったかなとあと8回ねピッチャー、まだよし、えー、シュートがね真ん中目に入って鈴木がねセンター2ベースで松山敬遠してワンアウト一塁でね同倍しこれもまたねインコース系のシュートが真ん中入ってセンター、えー、タイムリーツーベース2打点っていうところでねあのちょっと中日はねその勝負どころで甘く入ったその、ね、甘く入ったところを見逃さなかった広島打線。Good. ね あと、まあ、ドラゴンズはねそこの勝負どころでちょっと甘く入っちゃったかなっていうところはありますねバッテリーね。でピッチャークリ、シュートスライダーよく動いてた。 こうしっかり投げてて、栗の,の、ね、持ち味っていうのがよく分かるね、まあ、こういうピッチングが栗の真骨頂であり、栗のピッチングなんだよっていうのは、ね、分かりやすい、えー、試合展開だったかなと思いますね。あと中日はねこの2回表、ビシエドフォアボールで高橋センター前、でここでね阿部が1、ね、6、3、ダブルプレー、強打セカンドゴロ、これね、得点機でねもうちょっとパーンっていけてたらね、状況ちょっと変わったと思うんですねで。逆に4回表で、平田フォアボール、アルモンテショートゴロ、ビシエドフォアボールで高橋4、4、3、ダブルプレー。ね でここでね、2回ダブルプレーもあって、無得点はね、痛かった、ここでこの前半でね、1点でも2点でもこれ取れてたら、ひょっとしたら全体的に試合展開、変わってたかなっていうところはありますけどね。まあ、大野もね、4回74球、5アンド6三四四、3、振1、1、9をして、立ち上がりだけ、全体的に悪くなかった、ね、次回登板も期待です。えー、16、9対2で広島っていうところでね、中日は初回、2アウト、1塁、ビシエートがね、センター、2ベース、アルモンってねあの、ホーム、えこれ、全力疾走してたっていう、なんかもう、 あのジョックに見えたけど会長層的なで楽勝アウトあれもうあれもし全力疾走してた,ったらもう俺の目があのちゃんと見てないんでもうごめんなさいっていうところだけども,もう俺にはもう全力疾走してるようには見えないし楽勝でアウトだったらもう止めた方がよかったっていうようなね走塁に見えましたね。 でまあ、広島はねまあ打線つながり、大打策はまり、大技、小技、グー、グー、グーっていうね試合展開だったかなと思いますけどね、4回裏、松山がツーランで磯村が、ね、ソロっていうところで,で、7回裏、ピエレラがねソロってホームラン、大技、ボンボンボンって聞きながら、6回裏ね、ねワンアウトで松山、ライト前、堂林ーー、ね、ツーベース打って、で田中、フォアボール、でワンアウト満塁でね大打、坂倉、三振するけども、もう1回、大打の長野がレフト前、タイムリーツーベース、グーっていうね、大打策もはまり、8回裏ね、ねイ林がレフト前、田中、ライト前、で坂倉がね今度、ライト前ヒット、最 昨日三振を取り返すぜっていうところでグッバッティングしながらの野間がフォアボールで大森がここで犠牲フライをしっかり打って追加でもうそつがないっていうね野村もね、えー、っと5回3分の2101球8安打三振なしのフォアボールにこうねにしってもうちょっと長いイニング投げたいよねエース級っていうねところで言えばもうちょっと長いイニングね。 投げたかったかなというところもありますけど、今日のね、その広島リリーフ、グッね、菊池、煙、島内、矢崎、しっかり抑えれたかなというところでね、えー、試合、作れたんじゃないのかなという試合。で、昨日中止、2連勝、広島でした。さあ、続いてヤクルト対 d n a 15日3対8で d n a そして16日3対2でヤクルト、で、昨日17日が9対0でヤクルト、ヤクルトの2勝1敗、勝ち越し、久しぶりの勝ち越しというところでね、ヤクルトファンの皆さん、見てください、佐々木チャンネル。 機動力を使って得点を演出っていうところで、まあ初回ねカジタニがレフトマイって盗塁。 で、ワンアウトで外がツーランホームランで先生ね、今年ちょっと機動力が少ないっていうところでね、鳥谷、梶谷が走るっていうね、で、3回、ワンアウトでね、梶谷、ライト前出て、これでまた盗塁、それでツーアウトから外がレフト前タイムリー、勝ち越しっていうね、こう足を使ったところで点をしっかり取っていく、4回、宮崎ね、レフトでツーベース、で、飛ばしはセカンドゴロ、進塁打、きっちりここ、新塁打打つ、で、倉本、フォアボールで、大和が犠牲フライで1点、そつがない。 いうねちょっとこうヤブドが、ね、ちょっと怪我で抹消しちゃいましたけどね、えー、こういったところ、まあこの時も痛かったでしょうけどね、グッとトねナイスだ、キ牲フライだったかなと、で6回、宮崎がねホームラン、8回、佐野がレフト前、で宮崎がね村上のファンブル、サードエラーで出て、ノーアウト一塁、戸柱バ,バンドねでこれ、近藤三塁、悪走球っていうところでねで、クラムとレフトフライになるけども、一矢満塁から柴田が、ね、3三 タイムリー、センター、ツーベースというところでね、そ、ま、つ、あ、なく盗、えー、塁、進塁打、バントしっかり絡めながら、そつなく得点したかなと、まあ、ヤクルトはね、ちょっと打線のつながりもなく、ちょっとミスが失点にね、結びついたかなというところで、まあ、青木が4打数、2安打、1打点、1ホームラン打つんですけど、まあ、3点取るのがやっとかなという試合展開、見えましたね。で水曜日、3対2でヤクルトというところでね、ヤクルトはね、左打ち、えー、5回84球、8安打、1三振、2失点というところで、評価、持ち越しです。 全体的にちょっと甘い球も多かったしあのいい当たりが正面ついたっていうところもあるんでまだ持ち越し笹崎、えー、の評価は、えー、まだしません、えー、次回登板でしっかりまた見たいと思いますね、えー、まあでもね、えー、ヤクルトリリーフ完璧これがねヤクルトの戦い方前半戦良かったところでね、まあ、梅野が2三振清水1三振石山2三振これ無安打でねグッとっていうねこの中継ぎ陣のね、えー、素晴らしいピッチングね前半、えー、2位にいた時によく見たかなっていう、えー、完璧な試合展開見えたかなとあとね9回裏上田がねフェンス 直撃キャッチ。 ゲームセット、上だ、ね、グってね、登録抹消になっちゃいましたけども、まあ、ああいうね、まあ、正直ちょっと優勝にはね、もうゲーム差が開きすぎて、消化ゲームになっちゃったかなっていうところですけど、やっぱお客さんはね、お金を払ってきてくれるわけだし、テレビの,テレビの前ではね、あの応援してくれてるファンの皆さんがいる中でね、ああいう気迫がこもったプレー、グッさすがプロフェッショナルっていうね、プレーに見えましたね、早く怪我を治してね、今季中の復活、ね、期待したいと思いますね。で、7回、ツーアウト1・塁でね、代打荒木、レフトへね、あライトへ同点タイムリー。でダ 宮本がねセカンド内ン安打で。 坂口がホームへ二塁からヘッドスライディンググ、ね、もうあの上田もそうだしこの坂口も,も気持ちが見える坂口も最後足回ってなかったんちゃうからっていうぐらいねでも気持ちでね滑り込んだホームねああいうのはねこのプロフェッショナル今のヤクルトにねすごい大事なプレーだったんじゃないのかなしかもベテランがねするっていうところで若手にもね浸透しやすいんじゃないのかなっていうところがありましたね逆に d n a はね初回ワンアウト一二塁でねサンドのレフトライナーねセカンドラウンド飛び出しダブルプレーまああれね、まあ、ワンパンだったらサードアウトになるんじゃないか っていう非常に難しい判断でしたけども、まあ、飛び出しちゃったっていうね。で、2回、宮崎、センターツーベース。で、7回ね、レフトフライ。え、進塁打じゃないのえ、昨日のうの戸柱の進塁打は何だったのっていうね、ところで簡単にレフトフライ打って、えー、柴田がショートゴロ、で、上田谷、セカンドライダーで無得点。前日できてたことが、選手が変わってやらないっていうね、ここしっかり進塁打打を打たなきゃで、5回表、ワ、え、ン、ー、アウトから上田谷、レフト前、で、戸柱、ツーベース。で、ワンアウト2、二、三塁で、梶谷がセンター、同点タイムリー、一時ね。で、これも 8番ピッチャーがね、機能したっていうところですよね。で、その後オシーシティンね、犠牲裏。で、外ライト前、で、佐野がフォアボール。こう宮崎ね、セカンドゴロ、いい当たりだったけどね、セカンドが取っちゃって、えー、ここで一気にいきたかった、ここで一気にいってると、逆転できたかなっていうところもあったチャンスかなっていうところもありましたね。で昨日 d n a はね2回裏ノーアドウト1塁廣岡のセカンドボールねイージーダブルプレーっていうところを柴田悪送球ねで坂口が2夜連続のホームへ激走っていうところでまあここでね1点取れたっていうところとあとピープルズはねやっぱ僕は打たせて取るタイプだと思うんでその中ああいうミスっていうのはねピープルズにとっては足を引っ張る本人のスタイルを生かせないっていうところになるんでバーッと。 っいうとところですよねちょかそのなとね、ピーブルズもなんとかね、踏ん張って投げましたけども、まあ、最後は力つくっていうところになりましたけど、d n a はね、あじゃあヤクルトは高梨がストレートとフォークのコントロール抜群って、ちょっとね、神経質になって、あの強打者相手にはね、ちょっとボール先行したりとか、コース出られるがためにね、ちょっとボールになってカウントが不利になるっていうところもあったんですけども、5回ブシってね、まあ、フォークの落差も素晴らしかったですし、あのいいピッチングできたんじゃないかなと。5回ね最後あの えー、ツーア塗りーと一2塁で佐野インコースのストレートでサードフライ打ち取るところね、あの1球、本当に素晴らしいピッチングだったし、あそこを、ね、乗り切れたから、その後のね浜田のプロ初ホームラン、えー、中山のホームラン、ぽポンポンポンポ,ポンポポね出た、結果的に大差がついた試合になりましたけれども、総合的に見ると、やっぱり高梨がね5回しっかり踏ん張って、あ佐野を打ち取ったっていうところがね、一番大きかったかなと思いますね、ヤクルトとしてはね、浜田、プロ入り初ホームラン、グッ、おめでとう。 とということで、えー、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しというところになりましたね。えー、そして最後に、えー、巨人対阪神、えー、15日に6対3で巨人、そして16日に7対6で巨人、で昨日は0対11で阪神の勝ち、2勝1敗で巨人の勝ち越しというところになりましたけれども、えー、火曜日で阪神、近本4打数3打、2打で2ホーマン、グッと。 本人ねコンパクトを意識したっていうところになりますけど、まあ、僕も現役時代そうですけどコンパクトを意識しても映像で見るとしっかりちゃんと触れてるっていうねところが、まあ、状態がねいいっていうところですし、まあ、素晴らしいホームランだったかなとしかも菅野からっていうねおっとこれ菅野が今日負けちゃうかっていう試合展開に見えましたねで4回ワンアウトからねサンドがツーベースなんで大山ね振り逃げワンナウトツー三塁でねボーアがここでショートフライで結局無得点ここねもう一刀追加点。 欲しかったかなというところもありますし、まあ、3対5で、ね、迎えた7回ノーアウト1・2塁で、ねえー、梅野がバスタンエンドラン空振り膝元の、ね、ボール球というところで、ね、あのピッチャー、高梨でしたけども、まあ、前の打者が近、ね、本、ストレートのフォアボールというところで、まあ、気さくなんだけどねコットロールに困っているところを考えれば普通にバントでもよかったかなとしかもその後ねその時点では糸原3打数2安打でサンズが3打数1安打と、ね、当たっているだけにねでしかもその2点取れれば同点だっただけにあそこのバスタンエンドランちょっとんという、ね、ところでしたね。 の絡みを考えるとねで、まあ、逆にね、えー、巨人菅野、まあ、粘りの投球ということでね勝ち運はあるねっていうねあのマー君が24連勝した時に似てるねっていう感じありましたけどあとね6回先頭の、ね、松原。 ライトへのツーベース、グワッと走塁ね、ああいうところも大事だし、で亀がライト前打って、岡本がね、インコース厳しいところを腰の回転で詰まりながらもね、しっかり振り切ったことによってセンター前、で丸がライト前打って、でピッチャー、岩沢に代わって、えー、中島がね、三振するけども、大城がね、しっかり勝ち越しタイムリー、ぐわってねで、8回でも大城がタイム入れてね、だめ押し、大城がね、4打数2安打3打点とね、この女房役としては最高の援護ができたかなと。まあね、あのピッチャーね、高橋陽人、阪神、もう悪くなかったんだけどね。 難しいところをね、しっと打たれたっていうね、ところもあるかなっていうところもありますし、まあ、打線ではね、あの近本がセンターへ抜ける打球をね、吉川、スーパープレー、キャッチ、あれ9回ね、ワンアウト、一、塁、あれでね、フォースアウト、ピンチを防ぐっていうところで、吉川のあのプレーも、グわッと、素晴らしかったかなっていうところもありますし、あれ、もしよ抜けてたらね、一気にっていうところも考えられたんで、そういったところ、守備でもね、チーム、菅野の勝ちをつけてやれることができたかなと思いますね。 で、えー、水曜日、7対6で巨人というところでね、まあ、巨人はね、坂本が休みというところでね、あと本木ヘッドが猛腸、えー、のため入院、でね、阿部二軍監督がヘッドのところへ来て、そしたら若手の若林、4打数2安打1打点、サード、田中5打数3安打2打点1ホーマー、レフトの立岡が3打数2安打4打点1ホーマと、まあ原さんがやること面白いように決まるっていうね、もうこれが今年の巨人の強さっていうね、もうやることなすことなんでも大当たりみたいなね、結局7点取って、まあね、阪神はね、あの先頭の近本がね、初回ヒット打って、7 8回、9回、ね6点取るけどね1点止まりっていうところでね、まあ、ちょっと前半のね7失点っていうところがまあ大きかったかな、まあ最後、ふんばったっていうところはねまあ次の日の11対0につながるっていうところではまあ悪くなかった、えー、攻撃になったかなと思いますしまあ昨日はねもうは0対11位っていうところでねまあ田中がねエラーしたりっていうところでまあそのこれ継続しなきゃいけないんですよね、若手の選手もね。ねここをしっかりね継続しなくても原さんもねあのテレビ見ててもベンチでマスクしてるけど目が激怒りっていうね。で ところの雰囲気は、えー、すごい、座ってきましたし。もう、零対十一、で、西はね、えー、と、二試合連続完封、で、無支球っていうところで。グワッと素晴らしいピッチングですね。あの、もう、零対十一なんでね、あの、まあ、阪神の打った選手、グー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 ってやり続けてもいいんですけども。もう、ここは、ちょっと、若林選手のプレーを、この後、解説したいと思います。まあ、初回にね、まあ、セカンドゴロ、まあ、陽川選手と、当たって。守備妨害っていうところになりましたけれども、あれが、どうなのかっていうね。 とところで考えるとじゃあ,、まあ一つの要素として、まあ、若林選手で考えれば、まあ、レギュラーじゃないですよねっていうところを考えたらああいうとっさの時にあれもしわざと手を出してヨーカーに当てて守備妨害っていうのをできるかっていうと僕も現役時代、ね、バンドしてバッターがあのライン上の中走ってたから当てたらランナーアウトでバッターアウトでランナーを戻っていいじゃんと思うんですけどやっぱり。 後で振り返ったらねあれ当てたよかったって思うんですけどやっぱり余計って投げるんだよね。であの状況でもあれ多分ね手ちょっとこう出したようにね見えたんですけど右でも若干広がってるからあれは取りに行く時にバランス取るために手をこう広げてからのこの広げてからのこうキャッチをバランス取るためにやろうとしたところで引っかかって引っかかったから大げさにバーンってちょっと見えたっていうのもひょっとしたらあるかもしんない。 あのプレーで考えるとあれ出して怪我するかもしんないのにやるかっていう万が一あれでパーンってやって脱臼したりとか片肘怪我するリスクもある中であの状況でその怪我するリスクを負ってあのプレーを若林が選択するまあメリットがないのねそもそもあれがもし9回だったらんって思うようなこともあるかもしれない初回。 でしかも多分あれタイミング的に俺は何回も見たけどタイミング的にあのまま前に行って取って投げたらアウトになるタイミングあの微妙でもないと思うあのポンポンっていう形でアウトになると思うでそう考えたら、まあ、俺の見解は走っていってバランスを取るために若干この外からこう取るに行く感じ右でも広がってたんでねあれもしだ手だけだけだったら多分手だけでいいこっちだけで右で広がってないと思うんだよね右手も 広がこうるってこを取るためにいけどねこういってこう取りに行く時にこう行きかけたのがここでかかなってその後ガーンって伸びちゃったっていうところでちょっと大げさに見えてしまったのかなっていうとこもあるんですけどあの右手がね俺はね肝やと思う当てるだけだったら右手出してないと思うわざとだったら多分左手だけでこうやってやってると思うんだよねこういう風に左手だけ。 でも右ーも広がってるから多分こうじゃないかなっていう俺の見解であれ9回だったら分かんないけど初回にあんなわざとのことを多分、まあ、こんな言い方も分かんないけど若,若林レベルの選手が多分やらないね多分メリットがないそれよりも前に行ってアウトにすることだけしか考えてないと思うヨーカーが前に行ってると話変わるんだけど若干後ろめだからそこまで見える余裕ないと思うよ 立場的にねで。俺は見解を思うんだよね。だからあの、あれもし日本シリーズとかってなって9回とかになるとでしかもレギュラークラスバリバリレギュラーだとそこまでのちょっといやらしいことをやるかも分かんないけどあれを若林の立ち位置の選手がやるとはちょっと到底考えづらいし右手も広がっててこうのタイミングちゃうかっていうのもあるし若干ヨーカーが後ろ目にいたっていうところでそこまで見えないやろっていうところも あるしそのまま行ってたらアウトだったっていうのを総合的に考えるとまああのあれが守備妨害か守備妨害じゃないかっていうのは俺は審判じゃないからよく分かんないけどもわざとかわざとじゃないかっていうとわざとじゃないと思うそこまでの余裕はないと思うっていうところでもし万が一あれでねやって俺もあれが守備妨害かどうかの詳しいところまで分かんないから万が一あの守備妨害取られなかったらギャグじゃんねっていうのもあると思うっていうのがまあ佐々木の見解です。まあ、賛否論あるかも分かもももんないですけども、まあ、あのどこもね やってとい,いうところで、やるのが佐々木チャンネル。今後もですねいろんなことがあれば、ぜひコメント欄を、えー、寄せてください。いろんなところを見ながらさ、佐々木が独自の持論を展開したいと思います。というところで、今日は全試合総チェック、これまでです。おお疲れ様でしした今日の試合もお楽しみに